じいちゃん危ない、右折できない私、黄色になるんで気をつけてね。黄色になりそうなんでもうブレーキングしてましたけど、本当に危ないですからね。中学生かな、いっぱい行きますけど、おじいちゃんは危なかったな。何か田んぼで収穫したようなものを前かごに積んでね行かれましたけど、おじいちゃん中学生子供たちいる前でね信号無視のような横断はしないでねいただきたいですね。場所は一宮で、車用車早っ、怖いな、圧倒的に速いですね。まあ、前の車たちは制限速度だと思いますし、後ろの大多数の人、あの人はたった1台だけ交差、私ここ左折した時にちらっと見えた交差する赤信号から一気に青からダッシュしたんですね。圧倒的に速度速い、速すぎて危ないです。1台だけ100キロぐらい出てますね。一般道ですよ、下道、本当にね何があるか分かんない、そんな道路で出す速度じゃなかったですよね。後ろの人はみんな制限速度守ってますけど、はい、信号に捕まってますよ。何の速、あのスピード何の意味があったんでしょうね。まあ本当にね1台だけ、はい、続々と後ろから来ますけど、みんな制限速度を守ってくれている人たちが追いついてるっていうね、速度が無意味とお伝えしておきます。こっからこう来たよ、気をつけてね。こう青や追突っすよこの人。私はもう普通に赤なんで止まっただけなんですけど、やばいっすね、あれ止まれないんだ怖いっすね。ありがとうございます。性能運輸さんもうんうんあれは危ないよってね言ってくれてますよ。怖すぎるよね。まず車間距離ね取ってくださいね、広めにね。でも信号変わるんで、もう予測して黄色で止まる運転をねしていただきたいと思います。気をつけてください。先に行かせました、もう怖いので、本当に怖いです。気をつけてくださいね、車間距離取って信号の変わり目は黄色で安全に止まってください。つまりね、もう青信号であってもスローダウン、まあ、アクセル抜いてスローダウンしていくというそういう運転していただきたいんですよね。うわまだ間に合うとかね、黄色ならいけるアクセルゴーみたいな、そんなん絶対事故りますんでね、やめていただきたいです。まあそんな運転誰が教習所で教えるんだっていう話なんでね、気をつけてください。